栄冠は誰の手に渡るのか。今スタートが切られました。各馬の娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気5番名勝路走、1番オグリキャップ先頭に勝ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは2番名勝路走、1馬身離れて7番オグリキャップ、ファインモーション4番手。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭をかけます。1番オグリキャップ、続いて2番名勝路走、激しい先頭争い、7番オグリキャップ外から行く、4番手ファインモーション外から行く、ダイワスターレット、5番名勝路走ここにいます。2馬身3馬身開いてナリトブライアン、少し後ろからナイスネイチャー、後ろグラスワンダー、第2コーナーを抜け向こう正面に入った。各馬娘1段となって団子状態の大混戦、前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。順位を振り返っていきます。依然として2番名勝路走、続きました7番オグリキャップ、1番オグリキャップ並びかけてきた、うちにはファインモーション、差がなく5番名勝路走、ダイワスターレット並びかけてきた、後からナイスネイチャー、少し離れてナリタブライアン、2馬身差グラスワンダー、2番名勝路走先頭進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、先頭2番名勝路走、レースはよどみなく進んでいます。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。5番名勝路走、外で足を止めています。残り400、最後のコーナー、最初に立ち上がったのは2番名勝路走、抜け出したのは2番名勝路走、だが後続も追いつかれ、200を通過、食い下がる7番オグリキャップ、2番名勝路走、足色は衰えない、2番名勝路走、今1着でゴールイン、勝ちました。2番名勝路走、スコーピオ杯を勝利し最強の座をものにしました。2着7番オグリキャップ、3着に入ったのは1番オグリキャップ。刻まれた魂。